はい、皆さんこんばんは、SPU のダイダロスです。本日は、1週間前じゃないや、昨日か、ご案内した通り、トツゴルマップの、VIP 変則バージョンを行ってみたいと思います。今回はですね、そうしますと、ベアボーンじゃないんで、よいしょ。コアリミットちょっと100は多いんで、一回試しに100でやってみますか。で、時間が過ぎるんであればちょっと75とか50にしよう。とりあえずじゃあスコアリミットは100で。案内は事前に少々やってたので大丈夫かなと思いますけど、なんせトツゴル VIP 今日初めて僕もやるんで、 SPU でもまだ1回もやってないやつなんでちょっと不安なところはあるんですけど、多分大丈夫でしょう。ちょうど今、1時半ですね。今日は SPU のメンバーも何人か。ユーセイが、お、アミカゼさんいるから呼んでみよう。お、人事のさんですね。あと、どうもこんばんは、いつもあり。人事の君にはね、まだ、周りの人には言ってないけど、一緒に彼はツイキャスやって、僕はツイッチ TV の方で、同時で、配信しながらやってみようかっていう話を。いきなりもう満杯になりそうなんだよね。すごく嬉しいですね。毎度来てもらって。入れない人から、僕はこんな感じでやります。はい、皆さん分かってますね。よし、今は人事郎くんが、VIP なんで、人事郎くんに限っては敵エリアに行けます。その他はいけないですけどね。お、一気に突っ込んでったね、人事郎くん。近くにいるか。よいしょっと、いいね、人事の君分かってらっしゃる。僕はここ越えられないですけどね。よっしょっと、いい感じだぞ。よし、リコン出た。ここか。リュックサックが見えてるぞ。リュックサックかどうかわかんないけど、おっと。狙われてたな。ちなみに八百屋さん、なんかあれショーに入ってたよね。ロフトのスナイディア VIP いるぞ。私食った。まずいまずい。あぶねえ。おっと、 VIP がうちに攻めてるぞ。攻めてる。Our VIP is dead.
攻めてる。おっと、俺が VAP だぞ。俺は、出ないといけないんですよ。自陣のエリアからは出ないといけないんで、よいしょ、またいだぞ。自陣のエリアの時だけ、セカンダリーが使えます。あ、これはまあしょうがない。まあ、おーはは。VIP がちょっとやっぱりエリアに来るのは難しそうかな。おお、すっ飛んでる、すっ飛んでる。あんまり調子に乗るとここでやられるからな。よし、あっと、くそ。いい戦いだな、こりゃ。よし、来た。VIP そこだな。Our VIP was killed. よし。やばい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 。VIP なっちゃった。とりあえず、突進エリアには僕はいないといけない。自陣エリアからは出ないと。お、忙しいな、忙しいな、おい。ここにいる分には大丈夫。うわー、やられた。すいません。すいません。つうか、みんなもうさ、ここら辺の人たち砂うめえからさ。遅れた遅れた。ちょっとあれだね、いきなり VIP になってからだとエリア動けないな、これは。ああ、この人は連絡もらってた人だね。ありがとう、参加してくれて。毎度思うけど、こういう特殊マッチは日本人としかできねえよ。VIP だからいいんだぜ。ナイスや、おやさん。だから芋ってらんなくなるんですよ、 VIP はね。これは大変だな。難しいけど楽しいぞ、おい。あった。いやー、いい戦いだな、これ。スタン投げとくか。よいしょ。VIP が多分攻めてくるのも見とかないといけない。おっと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 、リスポンしたか。
Their VIP is dead! VIP 下に降りてくるぞ。ヤマト君、やってくれ、頼むぞ。ここからは僕らは攻められないから。VIP はこれ出てこないとダメだ。ちょっと頭回んねえかな、そこまで。うまいな。Recon aircraft on the way. よし、かなり食らってるはずだ。当てっぱつ当てっぱつ、頑張れ頑張れ。よし、ナイス、勝戦勝ちました。いやー大変だったな。みんなうめえな、おい。